はしかみ浜の駅アルディーバ、アルディーバ。はい、今ですね、はしかみ、なんだっけ、浜の、はしかみ浜の駅アルディーバで買ったこれサイダー、どこサイダー、浜サイダーなんか番外そうなダジャレですね。でもレベル高いですね。これ青森県はしかみ町、小湊の子供たちが作った俺たちの塩サイダー、どこサイダー、浜サイダー飲んでみようかな。しょっぱいのがあるのこれ。なんか昔のサイダーって感じ、うまい。どこサイダー、浜サイダー、何回言うのはい、ちょっと海見ながらバニラとブルーベリーのソフトクリーム、はあ、美味しいわこれ。甘酸っぱい。はい、今日のお昼はですね、三沢のハングリージョーカーさん、ここでですね絶品ハンバーグですねいただきたいと思います。じゃあ、おしゃれな店内です。プロジェクターも設置です。お昼はですね、これですね、ハングリージョーカーさんのハンバーガー食べようかなと思います。あ、すごく美味しそう、分厚い食べ応えがありそうです。で、今場でちょっとオニオンリングとポテトフライにつけました。で、やっぱり定番コカ・コーラですね。ちょっと一口食べてみよう。もうあれですね、男は黙って丸かじりですね。いただきます。あ、バンズパリパリ、肉ジューシー、うまい、最高。いやー、うまい。もう三沢の中のこういうハンバーガー屋なんても間違いなく美味しくておしゃれですから、ね、オニオンリンゴもうまい。このパンズはですね、あの近くのパン屋さんに特別に作ってもらった全粒粉で作ったパンズだそうです。すごく美味しい。合う。まあ、食べようか。あ、なんかビール飲みたいな。その酒の話このパターンが面白い。ハングリージョーカー、ランチだからスープついてる、ランチだとスープもつきます。コンソメスープ、あ、うまい。やっぱりポテトにはケチャップ。
ごちそうさまでした。店長イケメン、イケメン。今のカメラ目線かっこよかったですね。中庭ですね、プロジェクターもあって Wi-Fi も完備されております。快適ですね。車で来てない時はぜひ飲んでみたいですね。はい、タッコ町といえばジャッツタッコーラ、これですね。飲みたかったんですよ。まあこれ冷えてますんでちょっと飲んでみましょう。シュワシュワ、あ、かすかにニンニクの香りします。ジャッツタコーラうまい。これあのコーラとか使った料理とかってあるじゃん、それさ使えばさいいかもしんない。もったいねえ。煮豚みたいなのこうして煮がきって言うけど、1本さ250円のそれだからさ。あーすごい、ツバメがね来てね。はい、あータッコのソフトクリームも食いたかったな。あ、自販機がニンニク。ここにはタッコーラが売ってないんだな。うん。